ニツもり山頂より北西に白神岳を望むニツもりは青森県と秋田県の県境にまたがる山。白神山地の主要棒の一つで、泊まり岳の名称でも知られている。世界遺産白神山地の中で最も容易に山深くまで入山できる地として、ニツもりは白神山地を代表する知名度がある。従前は標高1086メートルとされてきたが、 2011年の東日本大震災によって隆起し、1087メートルとなった。山頂には山頭三角点、泊学が設置されている。につ森という故障はもともと秋田県側のものである。これは秋田県側から見ると山頂が相次見えることに由来するとされている。青森県側ではかつて、もっぱら、泊学と呼ばれてきた。 白神山地の奥地はもともとまたぎしか立ち入らない、道なき山々で、青森県の名屋からは1日では往来できず、この山で一晩を明かさななければいけないことから生まれた、故障である。しかし、1 5キロメートルほど東にあるピークと、混同されがちでもあった。津軽地方を縦断する岩木川の源流は、岩森岳の山頂直下にあり、このために三つりが、 岩木川の源流と誤って伝えられることもあった。かつて、泊ま学はこの辺りの山階の手法とみなされており、明治期の地理学者、吉田東吾は、日本三明寺典の中で、白神山地のことを、泊ま学山脈と呼称している。五所河原市出身で、郷土市屋の長尾角左衛門は、三好村、村長、五所河原市会議員、道議長など務め、 いわき川の治水に尽力した。長尾は昭和40年に、いわき川物語を表し、いわき川の水源の地図の間違いを主張し訂正させた。長尾は、いわき山物語で、いわき川は泊りたに源を発しや、泊りたは、宮川の起こるところと、明治時代の、日本地史略、道の口史略、大日本地名辞書の記述を論拠に記述している。しかし、 大日本地名辞書では、白学は、宮川の起こるところで、青森県中津軽郡、西津軽郡、秋田県山本郡の三軍はここをもって、境となすとしているが、現実にはその山は三つ森と、岩森岳の間の無名法である。またその他にも、藤里駒ヶ岳やオップ岳も、現実とかなり違う場所に記述されており誤りが多い。 長尾の誤りは天の木からも確認することができる。そこでは、秋田県側古生の岩、森竹は青森県側古生のとっさかと記されており、に森は同様に泊学、泊まりがく、まなせも袴越しとされている。これらのことは、根深まことによって初めて指摘された。につ森は、白神山地の中央を東西に走る、稜線上にある。この稜線は、 青森県と秋田県の県境になっている。山はもっぱら緑色業界岸からなり、新大三基層に属する。両線の北側には、またぎが、泊まりの平らと呼ぶ、寒斜面が広がっている。白神山地を代表する河川の一つ、赤石川はここに発している。南の秋田県側は県春で、米城川の支流であるかすげ川の源流がある。山頂の南西側の、 三階沢と南東側の宇藤沢がそれである。これらが合流して、かすげ川となり、登流して、津波、里子を経て、藤琴川に合流する。三域は、ブナの原生林に覆われ、日本カモシカや月のワグマの生息地になっている。秋田県側には、三森の山頂付近まで林道が整備されている。これは青脇林道として1980年代に、 整備が始まったもので、当初は秋田県から仁森を越え、白上山地を横断して、青森県まで通じる予定だった。しかし、この山域の手付け数の山林を破壊するものだとして、地元や自然保護団体などが反対運動を始め、青脇林道は秋田県側で仁森山頂付近まで到達したところで、事業は中断し、後に正式に中止となった。 この運動を機に1993年に山域一帯がユネスコの世界遺産に登録されることになった。これは薬島と並んで日本国内では最初のものだった。この世界遺産白神山地は革新地域とその周辺の干渉地域から構成されており、三森はその境界に位置している。革新地域への立ち入りには 所定の手続きが必要なのに対し、山頂一帯は革新地域には含まれていない。このため東頂には届け出を必要としない、一般の方が気軽に訪れられる山となっている。秋田県が三つりの山頂近くまで建設した林道は、世界遺産登録後の1995年に完全舗装が完成しており、白上山地観光の大動脈となった。 1980年代には三つもりを訪れる登山者は年間300から500人だったが世界遺産登録と林道の完成によって年間2万人の観光客が訪れるようになった。世界遺産となった白神山地では特に革新地域については入山に政権があるほか自然保護の観点から遊歩道や登山道などの整備も行われていない。しかし三つりについては 山頂近くまで林道が通じ、1995年に秋田県が完全舗装をしており、自家用車で容易に山頂付近まで行くことができる。八方町の国道101号から登山口までは、車で約45分、そこから徒歩5分ほどで世界遺産地域に入ることができる。登山口から山頂は往復2時間から2時間半の行程となるが、 世界遺産地域内であるため途中にトイレや休憩施設などは整備されていない。山頂からは白神岳、向井白神岳など世界遺産、白神山地の革新地域を一望し、さらに天候次第では岩木山や鳥海山も遠望することができる。三角点は1086.47。三角点は必ずしも最高地点に設けられるものではない。 ありがとうございます。